戦う？情けない。かったるいけど、出番だぞった。かっこいい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、藤田美代でございます。というわけで本日もファイナルファンタジー7リメイク続きからやっていきましょう。というわけでエアリスとお話しするところからですね、早速話していきたいと思います。さあさあ、じゃあ話しかけてみましょう。やったー、それじゃあ。かわいい。お、邪魔するぞと。あ、え、これさ、お前何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？お？ソルジャー？あれ、なんか元ソルジャーだ。あら、まあ、魔法の目。みんな言うよね、それ。ボディーガードも仕事のうちでしょ。ね、なんでも屋さん。お、知られてる？私の勘、当たるの。なるほど。ボディーガード、お願い。断れない、それは。ああ、いいだろう。でも安くはない。お、じゃあね、デート1回。え、最高。やっぱり本物かよ。クラスはファースト。お、いくらなんでもファーストってお前よ。え、おー、すごい。ちょっと待って、困惑。だってよ。あー、クラウド、うわ、かっこいい。すぐに終わる。うぅ、え、ボディーガードは俺たちの仕事だぞと。なに、クラウド以外に踏まれるのは嫌だってこと？ちょっと待って、あのさ、このさ、今、あ、ちょっと待って、操作方法がわかんない。ブレイブボードにして受けて立つ。あのさ、さっきの赤い髪の人さ、あ、回復してる。え、なんかキングダムハーツにさ出てくるキャラクターにそっくりだよ。私が好きなね、アクセルっていうキャラクターがいるんですけど、え、声一緒じゃないかな、多分。藤原刑事さんじゃない？同じに、同じではないんですけど、似てるキャラクターがいると思う。例のね、ちょっと後で調べてみよう。やばい、めっちゃいっぱい来るじゃん。てかデート1回って可愛すぎ。あ、ちょっと待って、使おう。あ、ハイポーションもう持ってないの。全部回復するやつ使っちゃおっか。よいしょ、いいね、ナイス。魔法でファイヤー当てていく。よいしょ、攻撃してきてくれてもいいよ。あー、回復したな、回復したな。遊んでんなよ、だって。よいしょ、ちょっと待ってよ。魔法でアリミットいけるじゃん。もう使っていきかな。いや、まだ来たらあれだよね、まだ増援来るかもしれないからやめとこう。倒した、また来る。お、戦う？情けない。かったるいけど、出番だぞった。かっこいい。あ、やっぱ戦う？え、いや、なんか喋り方とかもかなり同じ感じ。多分だから、なんていうの、そういうキャラクターだと思う。キングダムハーツと同じって違うんだけど。何？電波ショット？違うか、ちょっと待って。見破るか、ちょっと強いな。見破ってみよう。あ、まあ、リミットいきなりしてもいいけど、ちょっと見破って、あ、耐性雷、あ、雷、あ、魔法と雷でバースト溜まりにくいって書いてあるね。なるほど。
あ、シンラの総務部調査課タークス所属だって。レノ OK、 だからやっぱりブレイブ、うん、ブレイブモードとかで行った方がいいってことじゃない？リミット行っちゃうか。声がかっこいい。いける？あ、でもブロックって書いてあるね。まあでもまあまあまあ当たるか。お、いいね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 。そういうことよね。あれと一緒だよね、あの人と。名前なんだっけ、どうせしちゃった。この間ソルジャーの人、ちょっとあの変態っぽいソルジャーの人戦ったじゃないですか。あー食らっちゃったよ。あ、あー待ってごめんなさい、操作が。あ、そっか。ちょ、あのこの人がその雷の攻撃だから雷が効かないってことね。ういうい、ナイス。いいいい。おおー、いいね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 。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。でもなんか体力バーどうなってんのそれ。なんかバッテンマークついてない。おお、何手榴弾？待って、超かっこいい。仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと。何これ、刺激的な時を過ごそうぜ。なんだ、あ、お花踏んじゃった、ごめん。これ何これ。ちょ、落ち着いて、回復しよう一回。どうしようかな。普通のもうポーション使うしかないか。ケアルのがいいかな。動けるうちにケアルもう一回使っとくか。曲めっちゃかっこいいな。避けて。やだ、これなんか近づけないじゃん。魔法で攻撃していいのかな。あー、あれがないわ、あの名前があれ、 ATB ゲージ、 ATB ゲージないわ。避けて。覚悟はいいか。あ、なにすごい。すごい、なにこれ。あ、なんか必殺技みたいなの食らっちゃったのか。なるほど、終わりだ。ちょっとガードして。あ、なんか倒したらしい、その C 倒したんだ。痛い、すごいビリビリするな。あ、なるほどね、やられるわけだ。え、もうすでにそのアクセルそっくりだから、もう私もうこの人好きなんだけどもうこの人すごい好きなんだけど、よくわからないけど、まだ。いや待って、やばい、これ死んじゃう。強いな、こうなってからが強いな。分かってるんだって、強いんだって。魔法でその周りのさ、丸っこいやつを攻撃したいんだけど、ゲージがたまらんのよな。で、近づいたらビリビリさせられるから、ちょっと切って避ければいけるか。オッケー、オッケー、やっと当たった。カウンター、当たるか。回復しよう。あ、リミットまたいけるか。リミット当てとこう。運を恨め、かっこいい。いいね、あとちょっとだよ、あとちょっとでいける。このままご利用しでいけそう。オッケー、倒した、かっこいい。大丈夫？誤解だぞった、俺はただクラウド、違う。え、あー、またこれ、こう連れてかれた。なんだ、飛んでる。レノさん、レノさん、お怪我は？いいからさっさと追いかけな。はっ、え、どうしちゃったの。そっか、そうだよね、襲って来ないね。あ、周りをゆらゆらしてるけ。開けろ、行くぞ。そうだよね、だって最初にエアリストいるときに、ちょっと待ってよ、ここなんかあるよ。拾えないのかなこれ。あ、どっかから回ってこないとダメなのかな。
そう、最初にエアリスといる時に出会ったんだもんね、このゆらゆら。え、あれ拾いたいんだけど、どうやって拾うの？黄色いやつ。あそこ、屋根裏に上がれるよ。お、穴から出られるな。待って、でもさ、拾いたいんだけど、これだんだんってやってんのって別に来ないんだよね。なんか、ま、視点がここから動かないんだけど、視点がここから動かないんだけど、どうすればいいの？あ、なんかなった。なんだ、何、助けてくれてるの？急ごう。なんだっていうか、だからさっきの黄色いやつ拾いたいんだけど、やばい、またちょっと丸と回避のボタンが逆になっちゃったような、私の中で。まあ、やってれば治ると思うんですけど。タリスマン、さっきのアイテムはどうやって拾うの？わ、エアリスと一緒に行動できるのいいね。わ、てか絶対さっきの人好きだな、もうさっきの人絶対好きなんだけど。あ、もう行けるようになってる、もしかして。こっから降りれたりはしない。あ、ここは通れないんだ。罠かもしれない。上に行けと言われましてもさ、あれは拾えないの？こっから行けるかな。あ、行けるかも。あ、いや、やっぱ塞がれるわ。道教えてくれてるのかも。とりあえずその上に行ってからなんか飛び降りるみたいな感じしないとダメなのかな。上はどうやって行くの？ここか？違う、ここ通れるわけじゃない。これか。うん、違うな。こっちか。あれ、通れないな。こっちじゃない。階段もう一個あるかな。これか。ここを上がって、ここだ。行っちゃっていいのかな。何なんだろう、このモアモアンは。あ、来れる。かっこいい。今ちょっと私射抜かれましたわ。あそこだ。あれちゃった。そんな。あ、そう。おい、なんてことを。平気じゃないかも。どうすんの？怪我なんかさせてみろ。お前終わるぞ。お、目的は本。宝庫。なんだ。何、守ってるの？逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし、あの、なんか、ん、あれを落とせば。そんなことしちゃうの。なるほど、屋根裏へってなってるけど、とりあえずそれやるんだよね。私はあのさっきのマテリアが。俺はボディーガードだ。お、ん？行けるか。どうなってる？あ、そういうこと？近づけません。あ、なんかその屋根裏に行ってなんか落とすのかと思った。ん？これは何？どうすんの？こ、どこが繋がってんのこれ？あ、こっちね。すごいな。腕の筋肉めちゃめちゃあるじゃん。まさかこんなことすると思わなかった。こっち。なんかこのうようよはさ、エアリスを守ってるのかな。保護って、だからこのうようよが見えるからとか、そういうこと。よしよしよし、落としちゃうんだ、すごいね。蹴るの？あ、切るのか。おお、すごい。私はこれ戻ればいいの？なんかちょっとシュールなんだけど。なんとも、それだから進めないんだけど。やばいやばいやばい、撃たれる撃たれる。早く逃げよう。え、これ、こっちこっち。あ、そっちなの？なんだ、間違えちゃった。食らうんだけど。クラウド、いつまででもぶら下がっててすごすぎない？こっちね、間違えちゃった。ちょ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 
やってやる。ん？どうなってんの？あ、ここ行けないのか。ちょっと待って、つながってるとこが こっちね。こっち。これでいけるかな。すごいんだけど、私なんかぶら下がって1秒後ぐらいにはもう落ちてそうだよ。え、これどうすんの。え降りれないんだけど。どうやって降りるの。あー、よかった。びっくりした。さっさと出るぞ。めちゃめちゃ待たせちゃった。クラウド、手伝って。オッケー、もちろん手伝う。すごいね、重いね。オッケー、これでこっち行く。さっきの黄色マテリアは行くしかないのかな。どうやって行くんだろう。とりあえず登るか。後で見れるかな。どうなる？屋根裏に逃げました。追いますか？お。いや、撤収だ。撤収する。いいんですか？あとは相棒に任せるぞっと。相棒？ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から。すごいね。わ、かっこいい。かっこいい。オッケー、ちょっとセーブさせてください。オッケー、じゃあこれでいなくなったから見れるかな。とりあえず行くのはこっちっぽいけど、そこアイテムもあるね。かっこいいクラウド。ちょっとなんか何回かもう私射抜かれてますよ、クラウドさんに。うってきた。うってなるとこ何回かありましたけど。眠気覚まし。ああ、眠気覚ましね。名前がなんかすごいストレートだね。追いつかれる前に出よう。さっきの。あ、諦めたらしい。よかった。あ、足引きずってるね。クラウドの攻撃が痛かったのかな。魔法の目ってみんなに言われるね。やっぱパッと見てわかるな。でも確かに子供のクラウドの方がさ。消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。あら、これ出ちゃうけどいいのかな。出ちゃって拾える？真っ暗になっちゃった。なんか大丈夫かな。戻ってもいい？戻ったら拾えるかな。そう、なんか子供のクラウドの方が目青かったよね。あ、戻ろうと思ったけど、もうはしごが降りられなかった。わからなかった。ねえ、屋根の上行こう。屋根の上。あの柱のそばに駅あるの。クラウド、うん、行くよ。あ、オッケー。なんかあれだね、七番街スラムより一層荒れてるような雰囲気があるけど。ん？こっちは？こっちは行けない。とりあえずこっちか。で、今ちょっとクラウド、ちょっと上見てよ。しばらくはボディーガードだ。お、そうでした。その後は七番街のスラムに帰る。うん。帰り道わかる？ああ。怪しい。怪しい。オッケー。そしたら、なんかちょっとね、荒れてるような感じあるけど、気のせいかな？いやだ、かわいい鳥さん。面白い。こんなさっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。うん。タークスがあんたに何の用だ。さあさあ、ね、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ。それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。うん。暴力を匂わせて、脅迫、拉致。なるほど。最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は、うん、顔見知りに見えた。確かに。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。無言。あれ？怒った？お、こんなとこ通るの？ヤリスが透明になる。時折透明になる。そんな中真っ白い服汚れさいって汚れちゃいそう。
汚れちゃいそうって言いそうになっちゃった。汚れちゃいそう。気になっちゃう。面白い、なんかこんな場所通ってこっち？これ登るのか。もうひたすら矢印の出てる方に行ってるけど、お、登ったね。こんなところ、私歩くの初めて。あ、そうなの？普通はそうだろうな。なんだかワクワクするよね。ワクワクする。最初はな。で、今度はこっち。すごい迷路みたいで面白いんだけど。で、こっちジャンプして、ジャンプして、ん、なんで上見た？待って、ちょっと待って。あ、大丈夫？手助け必要？そんなとこ飛べないよね。大丈夫？一人で先行っちゃうんだもん。そうだよね。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。そんなこと、そりゃね、もうクラウドはもうめちゃめちゃムキムキかもしれないけど、あそこ飛び越えるのもなかなか怖いよね、エアリスはね。それは待ってあげないと。ティファはね、なんか戦うのも強いですし、もしかしたらティファはついてこれるかもしれないけど、エアリスは多分見た感じそういう感じじゃないのよね。見た感じっていうか話してる感じ、ソルジャーの素質があるのかもって言ってるのが、こうしてちょっとネタっぽく話してるぐらいだから。この辺りは誰も住んでないのか。あ、うん、うん、怒られないから安心して。え、これはこっち？走れた。ボロボロだね。俺が先に行く、うん、あ、なんだ、ここはだから人が住んでないからちょっとボロボロってこと。気をつけろ。お、はいはい、ね、気をつけて。おっと、あ、危ない。慎重に。心配しすぎ、私お姫様じゃないよ。いや、姫みたいですけど。あ、あ、嘘。いやいやいや、早く助けて。危ない危ない危ない。びっくりした。本当よ。ありがとう、クラウド。思いっきりフラグ回収してるじゃないか。あ、ほら、壁。壁？一度外に出ようとしたことあるんだ。あ、壁ってあれ？結局行かなかった。うん、危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ、うん、私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。そっか。みんな強く強く生きてる。時々それ感じて嬉しくなるんだ。うん、いいね、そういうまっすぐなところが好きだよ。で、こっちかい。すごいなんか鳥がめっちゃ可愛いのだが、すごいね、ごちゃごちゃだね。今度は私が先。お、クラウド待ってくれないの？あ、その方がいいよ。後ろついてった方がいいよ。大丈夫か？余裕余裕。本当？って言って滑ったりしない、ね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかな。大丈夫？っと、ほら、やっぱり口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。うん、いける？業務外だ。お、ケチで、お、業務外だって。おお、大丈夫？お、危ない。ああ、大丈夫？大丈夫？どう？仕事を増やすな。仕事なの？よしよし、行こう行こう。いや、怖いよね、こんなとこ絶対渡れないわ。楽しそう。これは何、滑る？あ、白いお洋服が。あ、よう、よう、よう、ちょっとよう。白いお洋服が汚れちゃいますわ、お姫様。こっちかな。あ、これは受け止める、もしかして。飛べるか？もちろん。本当？あ、危ない危ない危ない。間に合った？
かっこいい。頼もしい。あんたといると退屈しない。お、褒められてる。皮肉だ。うそん。早く慣れてね。かわいい。今、あ、え、あ、仲間になったの。ここ待って、5番街スラム駅の近く。あ、駅の近くなのにモンスターが出るんだ。はい、うん、うわあ、だからどうしたって顔してる。今一番言い抜かれたよ私は。たかが知れている。おう、もう今のエアリスの表情に私は今日一番言い抜かれました。もうクラウドなんかもう知らないです私。クラウドをはるかに超えました。最高。ねさっきのマテリアみたいなの拾えないの。拾いたかった。なんか戻れたりしないのかな。あんないつ拾うか分かんなかったよね。あ、ごめんなさい、ぐるぐるしちゃった。こう下から戻る。あー、ダメなんだ。ダメらしい。残念。なんか拾うタイミングあったのかな。え、ていうかさ、仲間になったということはですよ、あ、すごい、なんかこの杖、あ、杖なんだ。あ、じゃあ魔法の杖ってこと。そうだよね、やっぱ戦うの魔法系ってことだよね。え、ちょっと能力強化見てみようか。すごい、あ、仲間になれる子なんだ。それは全然考えてもなかった。え、めちゃめちゃ嬉しいのだが、ちょっと片っ端からバーってやっちゃいますね。オッケー、じゃあ行きましょう。やっぱり出た。あ、びっくりした。え、なに、あ、え、ちょっと可愛いんじゃないの。ヘッジ、ヘッジホックパイだって。え、ヘッジホックってハリネズミってこと。あ、見破ってみるか。え、ちょっと可愛いけど、もうほんとなんか何でも可愛く見えちゃうんだけど。基本何でも可愛い人だからさ。あ、やっぱ氷が弱いんだ。背中のトゲ、あ、やっぱね、だからヘッジホックってハリネズミだよね。氷属性でバースト。ほうほうほう、新しいモンスターいるんだ。当ててみよう。なんかちょっと可愛いけど、あ、なかった、ゲージが。倒しちゃうかな。あ、ポーションを盗まれたって書いてある。え、ポーション盗まれたの。得意そうな顔してる。あら、すごい色ね、毒々しい色。得意そうな子って言われちゃった。ふふんって、クラウドふふんって顔してるよね、よく。え、嬉しい、エアリス仲間になったの嬉しい。テンションめっちゃ上がってる。あんまりテンション上がってる感出ないタイプなんで、出てないかもしれないですけど、めっちゃ上がってる今。え、これは何。あ、ウェアラット、ウェアラットね。そしたら、あ、すごい、ちょっと使ってみよっか。エアリスの特徴、はいはい、魔法攻撃やサポートが得意。うん、 X 長押しで魔法による連続攻撃、あ、広範囲に魔法を放ちます。 OK、 はいはい、長押し、はいはい、だって。あ、すごい、なんか美しい。美しいです、美しい。なんかテンペストって書いてある。何テンペストは。あ、すごい、なんかピンク色のなんか出た。スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練室、宿舎、現場、それが俺の世界だ。うん、そうだよね。かっこつけてる。なるほど、そう見えちゃった。何もない。すごいね。しかもなんかさ、あの回復が、さっき何で見たんだっけな、マテリアかな。ね、ちょっと待ってくださいね。あ、これこれこれ、エアリスがもともと持ってたこの祈りっていうマテリアが仲間全員のヒットポイント回復、これはかなりいいよね、が使えるらしいですね。あ、そういえばなんかマテリアが進化して新しい技が使えるようになってるっていうのを、そういえばすっかり忘れていましたね。次敵に会ったら使ってみよう。使えたら。あれが駅と、どれが駅、駅ないのかと思って。なるほど、もういい。あれ、これどうやって行くの。こっちかと思ったんだけど、あれ、どっかから行ける。マップを見てみると、この、なんかどうやって行くのこれ。
こっちの果てまで来たらいいのかと思ったけど、ああここ行けるか、穴が開いてるの見えなかった。